こんばんは。こんばんは。こんばんは。ちょっと今日もすぐ終わっちゃいそうっていうか終わっちゃうんですけど、すいません、ごめんなさいね。ちょっと本当に今日は結構忙しくって。こんばんは。ちょっとまだあれなんですけど、一旦そう、あのお家に帰るまでに時間かかっちゃうから、ここでショールームしてるって感じです。こんばんは。疲れたよ今日も。こんばんは。今までリハート、うん、ちょっとね、いろいろお話とかしてて、そう、こんな時間になっちゃったって感じ。ギフトありがとうございます。すいません、本当にめっちゃ遅くなっちゃった。メール送れんかもしれない。今日メール送っとけばよかった。やらかした、ごめんね。今日だけ送れないよ。 TikTok 楽しそう。そう、 TikTok、 あみちゃんの TikTok に載せてもらいました。私がすごいやりたくて、そう、今流行ってるらしく、そう、やりたかったからみんなでやってみたっていうノリです。完全なノリ。もう5分とかで撮ったやつ5分とかで撮ったやつなので。こんばんは、ありがとうギフト。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。ギフトもありがとうございます。こんばんは、ありがとう。そう、 TikTok とか久しぶりに撮ったんだけどギフトありがとうございます。ありがとう。一人だけ足長すぎてびっくり。そう、お気に入りのズボンなんです。最近買ったの、ユニクロユニクロのズボン、あれおすすめ、ユニクロで買ったやつです。ユニクロのズボン優秀ですね。足長ズボン。そう、あれユニクロなのよ。まあハイウエストじゃない、ハイウエストっていうか、もともとねちょっと腰位置が高いので結構なんか、え、上げすぎじゃないってなっちゃうかもだけど、そう、結構割と本物。ギフトありがとう。こんばんは。そう、なんかセールしてて、この間ユニクロ行った時に、で次来た時に買おうって思って買ったんですよ、っていうやつ。そう、なんか安くなってたの、なんか通常よりも。そうで買おうと思って買って、で一回リハで履いた時にすごいめっちゃ可愛かったから、そう、もう一色欲しいなと思って、今度この間行ったんですよユニクロ。したらもう安くな、セール期間っていうのが終わってた、安くなくなってました。通常の価格に戻ってて、あれってなったよね。こんばんは。そう、だからめっちゃね、割といいタイミングで変えたっていう話。こんばんは。
そう、黒色が欲しかったんだけど、ちょっと渋いなと思って値段戻ってたからやめちゃった。ユニクロのセール大体1週間ぐらい、あ、そうなんだ、覚えとこう、ありがとう教えてくれて。じゃあセールって見た日は買った方がいいね。こんばんは。なんかそう、グレーって可愛いなと思って最近。そう、グレーって可愛くない？そうだから、そう、どうやってセール知るの？それ SNS とかで知れるのかな？どういう感じなんだろう。ギフトありがとうございます。ありがとう。あ、メールから LINE、 あ、そうなんだ。じゃあ LINE 追加しなきゃじゃん。 LINE 登録した人たち、あ、そうなんだ。そういうアプリ無駄なもの入れたくないからさ、入れてないんだよね、使わないアプリ。すぐ消しちゃう。秒で消しちゃうんだけど。こんばんは。やっほー。そう、あんまりね、なんかそういうユニクロとか、まあ一回オンラインでも買ったことあるけど、割となんかそういうのは店舗で買うことが多いですかね。靴とかは、まあ、靴もあれもあれか、でもなんかズボンとかだと丈の問題が出てくるから、そう、丈、あ、足りなかったなとかってよくなるから、そう、分かんないこともあるからね。そう、一回ちゃんとね店舗行ってサイズとか確認したり、なんか自分が着たいなと、欲しいなみたいなのとかをメンバーが履いてたりしたら、一回ちょっと貸してって言ってちょっとサイズ合わせてもらったりとかしてやってる。そう、なんかズボンってさ、そう、結構なんか数センチで変わってくるじゃん。なんか意外とさ、なんていうの、意外となんか1センチあと長ければいいのにとかさ、割とよくありがちで、なんかぴったりなんだけどもうちょっと大きく着たかったなとかって時とかもさあるからさ、そうっていうのがあるからあれなんですよね。ギフトありがとうございます。ありがとう。そう、靴とかはそう結構ね試しに、そう、意外とメンバーとかに履かせてもらったりして、そう、クロックスとかもずっと欲しくて、私今日も履いてるんだけどさ、クロックス便利だから、そう、クロックスとかもメンバーの履いてるやつを一回履かせてもらって、履き心地とか確かめて一緒の買おうとかって思ったりとかしてやってる。そう、ただクロックスね、なんか飾りあるじゃん、なんかいっぱいつけるやつ、あれ全然持ってなくてさ寂しいんですよね。そう、だから欲しいの、あ、ピンズっていうのか、そう、ピンズ、そう、それで、それがね全然スカスカな私のクロックス、全然ね、なんかスカスカで寂しいやつなんよ。確かに何もつけなくてもいいんだけど、なんか結構みんなメンバーさつけててさ、なんかつけた方がいいかなみたいなぐらいみんなつけてるから、クロックスに。そうってなるとさ、そう、私もつけなきゃやんと思って一回買ったんだけど、そう、全然つけてない。こんばんは。ギフトもありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。やっほー。こんばんは。そう、クロックスね、めっちゃ履きやすくてお気に入り。もう陸上まで2日ですね。ね、あっという間すぎて、なんかいや、リハしてるからさ、もうすぐ
ったよって感じなのは分かるんだけどさ、え、もうそんな明後日とかのレベルみたいなってぐらい早くてびっくり。こんばんは、こんばんは。カレー買います。お、買ってほしいな。カレー、オリエンタルマースカレーさんと今チームエースがコラボ中で、センチュリーホールコンサート会場で販売されるので見てほしいです。アミちゃんとマリンちゃんと撮った TikTok みたい。ああ嬉しい、ありがとう。そう、アミちゃんとマリンちゃんとね TikTok 撮ったの、今日休憩時間というか合間というかの時間に撮ったので見てください。こんばんは。そう、あとオリエンタルマスカレさんのその未完全 TV さんのツイッターじゃない、なんだっけ、 X だ、 X のアカウントで、そう一人一人のねコメント PR 動画みたいなのが上がってるんだけど、今日私の上がってたのでみんなぜひ反応お願いします。リポストっていうの、リポストとか返信とかぜひいっぱいしてください。こんばんは、こんばんは。なんか眠たくなってきちゃったな。こんばんは。眠たい。ギフトありがとうございます。ありがとう。ありがとうギフト。ご視聴もありがとうございます。 SK48 チームエースの石黒ゆずきです。ありがとう、ありがとうございます。ちょっとすっぴんでリハ終わりなのでマスクしてますけど、まあすっぴんというかあれですね、ずっとマスクしてますね。マスクしなくてよくなったけど、そう全然してる。毎日メイクしてる日以外はねマスクしてますね。ギフトありがとう、ありがとうございます。こんばんは。帰ったらめっちゃね、わかるけどね、練習したしなきゃなんだよね。こんばんは。そう練習しなきゃなんです。練習したい。帰るときマスク外してるの、うん、全然普通になんか風邪とかひくの嫌だからマスクしてるって感じ。そうなんか結局なんかイベントごととかもこうやってさ、コンサートとかもあって、まあ免疫とかさ下がっちゃうってか、あんまり私は感じないけど、その体力ないときとかに限って体調とか崩しちゃうかもしれないから、それで自分の管理不足のせいで人に迷惑かけちゃうのとかすごい嫌だし、普通になんか人に迷惑かけるの嫌だからしてるって感じですね。そう全然なんか、まあ、すっぴんなのもあるんだけど、それでなんか自分がイベント出れないですとかになっても、そういっぱいなんか練習したのになんか自分のせいで出れないとかってなったら嫌だからしてる。こんばんは。
第一はやっぱあれだね、人に迷惑かけたくないので、自分一人がいないだけでも結構変わっちゃったりとかすることもあるし、そう、結局なんかすいませんでしたとかいっぱい言わなきゃいけないから、なんかすいませんでしたって言いたくないじゃん人に。そうだからしてるって感じです。ありがとうギフト。そう、謝りたくないからね、必要以上にね。皆さんもなんかお流行りの風邪とかもあると思うので気をつけて、お互い気をつけましょう。このテロップじゃあ消えたら終わろうかな。そうだね、消えたら終わりたいと思います。ありがとうみんな。あ、消えてる消えてる。じゃあリフトもじゃないや、配信終わろうと思います。ありがとうございました。本当に急遽っていうかギリギリだったのにもかかわらず、ごめんね、メール送れなかったよ、やっぱりごめんね、明日送るね。ありがとう、ありがとうございました。みんなまた明日、おやすみなさい。ありがとう、バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。